田さん、トバカがこの2ラウンドを取ればもう間違いないでしょう。そうですね、はい。セネスさん、ここまでの戦いぶりご覧になっていかがですか、トバカ。そうですね、あと2ポイント取りたいですね。取りたい、はい、はっきりとした形で取りたいですよね。あ、なるほど。さあリング中央、足が止まってワンツー。そう、さあどうだ、トバカ王座返り咲きに向けてこの残り2ラウンドを取りたい。さあボディ、左右のボディ、いいもんですよ。さあ接近戦で左を放っていく。あと左右のボディ、さあショート連打、ショート連打、ボディを打っていく、前へ行く、肩で押す。さあトバカが行く、3年間のオリンピック、トバカが行く、トバカが行く、打ち返した、ボディ、トバカが行く、トバカが行く、連打の方がないですね。そうですね、そういえばトバカがチャンピオン時代2度目の防衛戦、元王者のヨクタイに対して11ラウンドの KO 勝利というのがありました。試合が長いというのはトバカのペースです。さあ行く、ガメスも出てくる。あと当たっている、当たっている。さあガメスがこんしっと力を振り絞る。ガメスも出てきますけど、まあ、これからまだトバカも出ていくと思いますね。はい、まあ、飯田さんもガメスとしては出ていかざるを得ないんでしょうね。もう ね、ポイントを考えると。はい、鈴木さん、はい、そのガメスなんですが、単発で終わらすなと、はい、コンビネーションを打っていくという指示を出しています。はい、さあそのガメスに対してトバカ、3年間1090日の思いが今日のリングで爆発するか。最終ラウンドに狙えたら KO を狙うと言っていたトバカ、11ラウンドを迎えています。11ラウンド、まもなく残り2分、まもなく2分を経過、近づいてきたんで、お互いのパンチが当たりますね。そうですね、お互い来る人多いですよね。あ、ちょっとガメスも狙ってますよ。ガメスも狙っている。徐々に前に行く。ナイスカウンターですよ。お互いのカウンターなんですよね。カウンターね、もう一色速攻ですね。ガメスも戸田君も両方もダメに溜まってますね。はい、これはこの2ラウンドで KO が見られるかもしれません。ちょっとバランスを崩したトバカ、残り40秒、第11ラウンド。まあ、飯田さん、両者ともにもきつい中で頑張ってるわけですもんね。そうですね、両方本当にダメージもあるし、はい、疲労も溜まってるんですけれども、トバカの方がもうそれをハートでカバーしてますね。ハートで、はい、勢いがあります。まだセレスさん、トバカのハート感じますか。いやー、もう感じますね。はい、セレスさんもこのガメスを、破った時はこのハートで戦いましたよね。そうですね、ガメス選手は勝負してないんですよね。ハートでパワー、前に来る、残り10秒、第11ラウンド、右手を振って、トバカ、第2人、さあ右手を振って、右手を振って、第11ラウンド終了。さあトバカ、王座返り咲き、男のプライドをかけたリベンジ、チャンピオン返り咲きに向けての最終ラウンドを迎えました。12ラウンド、できれば最終ラウンドで KO したい、そう話したトバカ。ラストラウンド、さあ WBA 世界バンタム級暫定王座決定戦ファイナルラウンド、12ラウンドを迎えました。このラウンドを乗り越えればトバカチャンピオン返り咲きになる。はい、どうぞ。トバカ強いですよね。チャンピオンになりたいか、なりたいか、なりたいかと3度聞いて、その時にハイハイと答えが出てきましたよ。今のこのラッシュにその気持ちが現れています。そうですね、もうそんなもう細かい指示はないですね。はい、その気持ちですもんね。はい、もうそれだけです。3年前の10月9日にはこのガメスに顎を割られタイトルを持っていかれました。3年間屈辱の日々、それを耐えてようやくこの日を迎えました。今日はタイトル、ベルトというよりもガメスに接続したい、そう話したトバカ。最終ラウンドを迎えています。40歳のガメス、ちょっと口が開いた。いや、しかし正直ガメスのそこまでベルト、そうですね、すごいですね、すごい、まあ、自然モンスターですね。もうね、4階級制覇のレオガメス、ガメスも5階級制覇を狙っています。そしてガメスの右、右の打ち合い、最終ラウンド。さあトバカ、おっと、ちょっと左目の額が切れた。しかし最終ラウンド、たまってはいられません。さあトバカ、中根は2分を切った。右のパンチですかね、今の右当たりましたもんね。今の右で切りましたね。はい、さあどうだ、残り時間は1分30秒。あっとガメスが来た、ガメスが来た、トバカ、ここは踏ん張りどころ、チャンピオンに見せ
そうで中間距離を避けたいですね。中間距離を避けたい、はい、右来ますもんね、はい、飯田さんはどうすればいいと思いますか。いやもうひっつくか、もうひっつくしかないですね。ひっつくしかない、こういう形でどんどんガード固めて、はい、もう正面に固めて、この距離で固めない、あと中に入る、ここはガメス女性に攻めてくる、ガメスにとってはビッグチャンス、最終ラウンド、さあ戸高どうする、あっと根性だ、戸高のド根性、すごい根性ですね。戸高さん残り45秒切った戸高、いやガメスも苦しいですね、苦しい、ガメスも苦しいんですね。さあ戸高秀樹、3年前の屈辱を果たすか。ガメスももっといきたいんですよね、いけないですね、これだけ足を使われると追えないですね。さあ残り30秒切った、さあ戸高3年前のリベンジ果たすことができるか。40歳のガメスに対しここまで果敢に戦ってきました、根性を見せました。戸高もハートだけですね。そうですね、さあ残り15秒、自分がチャンピオンになるんだというふうに思ってますね。今戸高秀樹王座返り咲きなるか、2階級制覇なるか。さあ最終12ラウンド残り5秒切りました、勝負は判定です。いやー最後はまぶたが切れまして流血、壮絶な打撃戦となりました。12ラウンドを戦い抜きました。3年ぶりのリターンマッチ、ベルトよりも男のプライドをかけた戦い、そう話した戸高、うわー左目のまぶたばっくりと切れています。最後にアクシデント、そういったアクシデントに見舞われながら最後は精神力、ど根性で12ラウンド、最後の終了のゴングを聞きました。さあそれでは判定です。最後の審査をいたします。ジャッジエッグミルファム115対113、レオ・ガメス。ジャッジリントン・プライドサム115対113、戸高秀樹。最後ジャッジムーン・ホー・ムーン116対114、勝者 WBA 世界バンタム級暫定チャンピオン、戸高秀樹。3年前に敗れたガメスに接触、男のプライドをかけたリベンジを見事果たしました。そして日本人5人目の2階級制覇達成、オールイワンラストチャンス、男戸高最後のチャンスをつかみ取りました。長渕剛さんが今リング上に入ってきました。3年前戸高が負けた後、歌とそしてもう一度メッセージを送りました。それを見て戸高は勇気づけられ、復活のロード、改めてビッグなタイトルを狙いたい、そう話していました。長渕剛さんの言葉で見事復帰、そしてその長渕さんの前で見事3年ぶりの王座奪回です。いや飯田さん、やりましたね。やりましたね、はい、いや2対1とスプリット割れましたけれども、はい、見事なタイトル出しですね。そうですね、本当にもう、まあ、ポイントはそうですね、もうやつどう取るかもう本当に接戦でしたね。そうでしたね、よくやりました。手数を取るのか、はい、クリーンヒットを取るのか。いや今ガメスが笑顔とともに去っていくわけですが、いやこのガメスも頑張りました。そして男同士の抱擁です。気持ちと気持ちを交換し合いました。さあそれでは戸高選手の喜びの声聞いてみたいと思います。男のピーターが今戸高を高々と掲げました。見事3年ぶりに王座奪回、2階級制覇を達成した戸高秀樹です。それでは3年ぶりに世界の頂点に返り咲きました戸高秀樹選手にお話を伺います。おめでとうございます。やった長渕さん、やったー、おめでとう。リングの上には長渕剛さんもいらっしゃいますが、まず今の気持ち戸高さんお聞かせください。本当にいろいろと、いろんな人がすごい僕のために協力してくれて応援してくれたんで、ここまでまたチャンピオンに帰ったところができました。ありがとうございます。3年ぶりにねガメス選手とやって、この12ラウンドどうでしたか。いや本当もう
絶対負けないと、絶対負けないという気持ちで、はい、長渕さんも来てくれるということで、もう絶対負けられませんでした。はい、あの普段から親交があるという長渕剛さん、ちょっと長渕さんよろしいでしょうか、こちらの方に。今日の戸高選手と戦いぶりご覧になっていかがでしたか。いやもう素晴らしい試合でした。はい、もうハラハラハラして見てましたけども、とにかく応援に来てくれって言うんで、じゃあ勝つかって言ったら絶対勝ちます。そしてこのようにちゃんと勝ってくれる男が戸高秀樹っていう男です。最高です。皆さん戸高秀樹応援してください。どうもありがとうございました。長渕さん、あの改めて戸高選手に勝ったらライブに誘いたいなんて話をされてたということを聞いたんですが、今メッセージか何か歌か何かプレゼントしていただけますか。え、どうですか、歌ですか。歌ちょっとね、僕、歌はちょっとあれですが、もう今の僕の正直な気持ち、僭越ながら、戸高秀樹、選手のためにこれだけたくさんの皆さんが応援していただいたことに関しまして本当に感謝いたしております。万歳三唱を、させてください。それではみんなで万歳三唱します。戸高秀樹万歳。この日戸高は苦難を乗り越え再び世界のベルトを掴んだ。じゃあ戸高秀樹が初防衛戦のリングに立つ。 WBA 世界バンタム級暫定タイトルマッチは3月6日ゴング。勝者 WBA 世界バンタム級暫定チャンピオン戸高秀樹。去年10月、引退の危機から這い上がり3年ぶりに世界の頂点に立った戸高秀樹。そんな戸高に私生活でも転機が訪れた。恋人玉江さんとの結婚、出会ってから13年もの時を過ごした2人はこの日新たなる門出を迎えた。しかしボクサー戸高に休息の時はなかった。1月末、名古屋で開かれた披露宴直後に初防衛戦が決定。新婚生活に浸る間もなく試合に向け気持ちを高める。あ、結婚したからね、負けたんじゃないかとか言われたくないから、絶対スカッと勝って旅行笑っていけたらいいなと思ってますけど。今月3日、戸高は試合前恒例となっているロサンゼルスでのトレーニングのため日本を立った。見送ってくれた玉井さんに心の中で勝利を誓いながら、アメリカロサンゼルスの LA ボクシングジム、先週初防衛戦に向け調整に励む戸高の姿があった。7年来の指導を受ける名トレーナーマック栗原との二人三脚、トレーニングは日に日に厳しさを増していった。結婚後初めての試合、どうしても負けられないという思いが戸高の中で次第に膨らんでいく。もしもし、元気ですか。練習後、ホテルから玉井さんにかけた一本の電話。俺はね、まあ調子が少しずつ良くなってきてるかな。うん。ベッドの隣に飾られていたのは披露宴での2人の姿。そしてなぜか玉江さんが勤める会社の名刺、戸高玉江と記されている。戸高
坂玉井っていう字を見ると、あ、結婚したんだなと、あ、俺の嫁になったんだなって思うんですよ。だからなんかあの玉井が名刺パッてくれた時に、あ、そうなんだって、なんかあれ見るとこう力が湧くみたいな、よっしゃって頑張ろうって思うんですよね。ラメス戦ではこれまで支えてくれた人たちへの思いを背負い戦った。今度は玉井さんへの思いを胸にリングに向かう。栄光と挫折、試練を乗り越え、去年再び世界のベルトを掴んだ戸高英樹。1週間後の3月6日、戸高は再びリングに立つ。愛する妻玉井さんに勝利をプレゼントするために。